大体がそのキーワードの2つもしくはどっちか1つがかかっていると、まあ、1回全部聞きますっていう形でやってます。スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャプテンの石橋です。今回もですね、ヘンゲさんにスポンサーをいただきながらこの番組はお送りさせていただいております。今回前回に引き続きましてドーンキャピタルディレクターの山崎さんにご出演をいただいておりますので、はい、山崎さん今回もお願いいたします。お願いします。前回ですね、はい、まあ、山崎さんがそもそもどういうご略歴で今ドーンキャピタルのディレクターとしてご活躍されているのかところまではお伺いしてきたんですけれども、はい、具体的にそれこそハートドリブンファンドさん時代であるとか、まあ、今ドーンキャピタルさんとしての今後の投資方針みたいなところもいろいろとお伺いしていければと思うんですけれども、はい、改めてまずなんかファンドの概要大枠みたいなところでいうとどういう規模感だったりとか、どういう、まあ、領域とかラウンドとかの投資をするようなファンドなんでしょうか。はい、ドーンキャピタルはですね、ハートドリブンファンド時代から大枠は変わらないっていうところが、はい、まずメッセージ性とは伝えられるかなと思っています。ドーンキャピタルっていうのは、50億ファンドで新たに創生された、はい、CVC ファンドになっております。投資領域としては暁に近い文脈っていうところがやはり我々意識しているところだったりはするので、それをじゃあ抽象化するとどういうことかというと、やはりエンタメ ×2C っていうところがやはり我々のキーワードに近いかなと思っておりまして、その投資領域に近いところを投資していこうというところになってます。で、具体的にはそのキーワード2つのうちどちらか1つが入っていれば基本的には投資領域として考えやすいと思っているので、我々 のポートフォリオを見ていただくと結構いろんなところに投資していると思うんですけれども、大体がそのキーワードの2つもしくはどっちか1つがかかっているとご認識いただけると、僕らがどういうところに投資をしているかっていうのは分かるかなと思っております。この CVC ファンドになられたことで、いわゆるシナジー と、ピュアな純投資みたいなところだと、やっぱりシナジーがないとなかなか投資できないみたいなことあったりするんですか。ここもよく投資面談をしながら、聞かれることだったりするんですけど、我々としてはシナジーっていう言葉はほぼ面談の中で出さないっていうこと、つまりほぼ意識してないっていうことになってます。はいはいはい、で基本的にやはり純投資としてどういうリターンが見込めるかとか、どういう人と一緒に走りたいかっていわゆる VC 独立系 VC と同じ目線感で検討させていただいて、プラスアルファせっかく暁っていう親会社があるんだからそこでシナジーが出ればプラスアルファいいよねぐらいの感覚で捉えているだけですので、まず第一にはやはりどうやって純投資としてこの投資が成り立つのかどうかっていうところを検討しているっていう形になってます。なるほどですね。その上でどういうラウンドであるとかどういう規模感のスタートアップの方の投資するシーンが多かったりするんでしょうか。はい、シリーズ A っていうのがやはり一番ボリュームゾーンで投資が多くなっているかなと思っています。シリーズ A からやはり前後するところも我々としてはカバーしておりまして、プレ A、シードってところも投資をしますし、逆に言うと後ろのラウンドシリーズ B だったりとか C でプレ IPO ぐらいまでタッチするケースっていうのはやはりあるので、本当にオールラウンドで全ての投資案件は1回全部聞きますっていう形でやってま す。 いいす、ね。はい、オールラウンドだと金額感とか1回の投資バジェットのイメージってなかなかご説明しにくいかもしれないんですけど、大体こういうケースが多いかなとか、いわゆるリードの投資フォローの投資みたいな形でいうとどっちが多いとかってあるんですか。大体リードかフォローかでいうと半々ぐらいなイメージが多いかなと思っていて、でやはりシリーズ A が一番多いのでシリーズ A を参考にしてお伝えをすると、リードだと大体1億円ぐらいの目安で投資をさせていただくことが多いです。フォローの場合だと大体5000万とかを目安に投資をさせていただくケースが多くなっているので、イメージ感としてはそこから、プレ A だと、掛け、8掛けだったりとかで、シードだとよりもうちょっとちっちゃい額っていうイメージ感だと思うんですけど、基準はそのシリーズ A の1億と5000万っていう金額感がベースになっていると思ってます。大体検討プロセスみたいなところってどのぐらいかかるみたいなところってイメージってどのぐらいなんでしょうか。はい、早くて1ヶ月ぐらいで決め切るところもありますし、でじっくりやっぱ検討したい時もありますので、やはり 2.5 ヶ月とかはマックスかかってしまうとかあります。で必ず3ヶ月以内には全てはもう結論出し切ろうっていう取り組みというか社内では考えてやっているので、基本マックス3ヶ月で、早いタイミング1ヶ月とかから 2.5 ヶ月っていうのが結構ベースに考えとしては持っている形です。実際に山崎さんが投資先の現場に行かれて、現場で何だろうな、その立て直しというか、整理をしていかれたみたいなお話を伺いましたが、割とハンズオン気味に支援されることがほとんどなんですか。実際どうなんでしょう。はい、これも投資先による部分が多いというのがお答えでして、で基本我々としてはハンズイフみたいなイメージ感が強いかなと思っていますと、企業家さんからこういう部分だけ入ってほしいという要望があれば
いち早く入っていくっていうところはやりますし、うん、むしろ順調に成長されているところで、僕らが逆に、お伝えすることで変な方向性に行くっていうケースがあるのであれば、そこに関しては僕らはあえて入らない方がいいっていうところもありますので、うん、そこの強弱をしっかりつけているっていうところは、言えることかなと思ってます。赤月さんを生かしたシーンみたいなところでいい事例みたいなところで何かお持ちだったりしますか？はい、まさにPR っていうところとエンジニアのセキュリティ部分だったりっていうところは特徴的だなっていうところで今2つ挙げさせてもらいました。はい、でセキュリティ部分は1案件しかないんですけども、基本的にやはり PR っていうところは我々がその 2C 向けにマーケティングをしてきたっていうところもありますので、どういうふうに見せていくかだったりとか、でその人材を暁本体にいるのでそことコラボさせることによってどういう文脈でプレスリリースを打つかとか、でどういうふうにこの媒体に載せていくかとかっていう、その媒体とのリレーションを持ってるメンバーも社内にいるので、そこら辺を起業家の方と結びつけてより認知をしてもらうだったりとか、こういう認知の方が今の文脈的には知られるケースが多いよねとかっていうところをアドバイスさせていただくケースがあるっていうところです。あとはセキュリティ部分でお伝えをしたのは、結構もう大きいサービスだったりはしたんですけれども、そのサービスがセキュリティ的に OK なのかどうかっていうのは大きくなればなるほど顕在化するリスクだと思っているので、その部分については暁でいうとドッカンバトルっていうアプリが、あれがもうグローバルでめちゃくちゃ流行っていった時に、グローバルからのセキュリティ系で攻撃がすごいあった時期があったので、そこで実際にブロックしていた CTO メンバーだったりとかその周辺のメンバーっていうのもいるので、そこもコラボさせて、でこういう観点で改善をしていった方がいいとかっていうのはミーティングを組んで実際にお伝えしているケースがあったりします。ちなみに、まあ、ドーンキャピタルさんとしては、まあ、リブランディングをされて、まあ、しかもファンドとして形式が変わる中で、はい、まあ、大枠はもともと前身のハートドリブンファンドさんと少しそこまで変わらないというお話でしたが、なんかもうすでに投資先でお話しいただけるような、なんか象徴的な事例であるとか具体例ってもうお持ちなんですか？はい、そうですね、すでに投資をさせていただいているところでいうと斜め上さんだったりとか、あとは福岡の、スタートアップで頑張っているベンナーズさんという会社だったり、ここら辺はすでに投資を実行させていただいておりまして、結構暁、ま、プラスドーンキャピタルらしい投資かなというふうに思ってます。ちなみにベンナーズさんという会社さん、ちょっと僕がちょっと不勉強で初めてお伺いしたんですけど、はい、どんなスタートアップの方なんですか？はい、2C で D2C でやっている未利用魚っていう、だいたいお魚って収穫されると傷がついていると流すことができないですね、物流に。それで捨てられてしまうところを、ただ味としてはすごい美味しいものだったりするので、そこを D2C の材料として届けるための原料にしようっていうところで、 D2C としての文脈もありつつかける SDGs の文脈もあるっていうところ、これを本気で成し遂げようとしている経営者の方が、ベンナーズっていう企業をやられてるっていうところですね。まさにまあシードからっていうところ、シードから投資をさせていただいて、もうまさに直近ですね、本当つい最近投資をさせていただきました。ちなみになんか最終的なシードでのその起業家の方への決め手になるところって、そのなんだドーンキャピタルさんとしてはどういうところを一番大事にしているところあるんですか？はい、僕ら 3つの要素あるかなと思っていて、でまず一つが事業っていうところ、でもう一つがマーケットっていうところで、もう一つが経営者っていうところがあって、この3点のそれぞれの滑らかさだったりとか親和性っていうところをすごい意識するようにしています。で最終的にはこの3つが僕らの中で腹落ちをするっていうところが最後決め手になるかなと思っています。でベンナーズさんで言うと、まず経営者っていうのは、素晴らしくやりきる力があるっていう評価ありました。で事業っていうところも、D2C っていうところが我々が投資をしている実績がありますので、ちょっとアドバイスすることでそのグロースのイメージとかが湧くかもしれないっていうところがありました。で最後にそのマーケットっていうところも、やはりその SDGs 文脈だったりとかっていうのは切り離せない部分だったりはするときに、このじゃあ大きいトレンドに乗っていく D2C として、でこの経営者がやっているっていうところを考えたら、これはご支援しといた方がいいかもねっていう中で意思決定が決まった形になっています。ちなみにはその D2C が、まあ、少し今まで多かったみたいなちょっと印象をお話から受けたんですけれども、前身となっているハードドリブンファンドさん時代からも D2C 系のスタートアップの方って多く投資支援されていらっしゃったんですか？はい、そうですね、まさにシードカルですと、スパーティーさんだったりとかテンシャルさんだったりというところが分かりやすく、分かりやすい、はい、そういう企業だったりしてますね。基本的には今シードからってお話いただきましたけど、何回かに分けて追加でもやっぱその、ハードドリブンさん時代も、これからのドーンキャピタルさんも
追加で投資をしていくみたいな方針なんですか？はい、そこはもう変わらず、追加でフォローオンしていこうっていう話はしていますので、シードから入った場合には次のところまで引き続きファイナンスの面倒を見るというか一緒にやっていくんだってところがありますので継続して関与させていただくってところは考えております。ありがとうございます。だいぶあのドーンキャピタルさんの実態が分かったというか、ちょっと第3弾の動画の方では暁さん の、 その投資戦略っていうべきなんですかね、そのまあドーンキャピタルさん自体になっているような経緯であるとか、そもそもどうしてそういうなんか素晴らしい成績出してこれてるのかみたいなところをちょっともうちょっと突っ込んでお伺いをしていこうと思っておりますので、また次回もぜひよろしくお願いします、お願いします。それでは皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったなと思っていただいたらチャンネル登録もぜひと思っておりますし、コメント欄にもコメントもお待ちしております。それでは次回の配信でもお会いしましょう。さよなら。